よう、さっちゃん。ナンバはどうした？弟さんに会いに行くってすっ飛んで言ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだね。えでもなんちゃんとはここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、そうだよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。小笠原、あんたは近江連合とどうつながってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。答えねえとどうなるか、さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。はあ、な生ぬるいこと言ってたろ。こいつは今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪を全て剥がされてもそれで終わると思うなよ。わかったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか、それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃないでしょうね。じゃやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？荒川正人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてたよ。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだな。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。
昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ。なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？表の力だ。表の力？世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。表の力とはつまり人気だ。あ？人気？幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある？だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。ブリーチジャパンを作ったのは若の考えだ。それともあんたの？あの人もだ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ、その話を聞いたときは私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思った。へえ。なのについてったのはなんだ？ただあの人は荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない、結果が全てだ。結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさ。やっぱ若は
あんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのよ。ちゃちゃ入れて悪かったよ。それからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。もっぱら活動も腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ？そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。よく分かっていたんだ、今の時代ってやつをな。今の時代ってやつ？腐敗を断ち、平等な社会の実現。確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。叫ぶ人間が何者であってもだ。学もなく努力したことさえもない、そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。叫ぶ本人も何かを成した気になれる。でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。そこなんだよ。私たちが集めたかったのはそういった輩だった。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。そんな連中が私たちの元に集い始め、組織はどんどん大きくなっていった。さらに効率よく集めるため、組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた。クメなんかもそれで釣られた口だったな。その後多少の時間はかかったが、ブリーチジャパンは全国へ広がっていった。すると思わぬボーナスもあった。ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると、大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。腐ってる連中はそういうもんだろうな。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。でも簡単な割に明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか？そうだ。その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。はっ、どっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。500か。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。10万？そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。はっ、肝に銘じとくよ。私からも一つ聞いていいか、春日さん。ん？あんたはここで何をしてるんだ？元荒川組なんだろ？なんなら私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければそうできるようにしてやる。よく考えてみろ。偉人さんの肩を持ってこの先どうなる？そんな面倒なこと忘れちまったらどうだ？確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。だったら今すぐ私を解放しろ。それが最もお互いに良策だ。勘違いすんじゃねえ。俺は組に戻りたいわけでも、偉人さんに味方してるわけでもねえ。は？うちの店長を殺した奴を追っかけてただけだ。そもそも
マブチやあんたらの計画なんて俺は全く知りゃしなかったんだ。頭のいいあんたならわかるよな。俺らがここまで動いてきた理由ってのは鼻から損得感情じゃねえ。強いて言いや、売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして先に喧嘩売ってきたな、そっちなんだぜ小笠原。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉を選ぶんだな。続きをやろうか。小笠原さんよ、ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。笑顔の時のあの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんかね。大事なんてもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか、その顔つきはどうなのか、それが全てと言ってもいい。で、それからいよいよ。ああ、そして2010年参院選で初出馬した。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今もあんたはあの人の言いなりだもんな。続き話してくれ。参院選では民事党の推薦も受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。え、違うのか。知名度、好感度ともにあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていた。どう転んでも負けがないようにあらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころかパーフェクト、完全勝利だった。その勢いのまま知事就任からわずか半年後に、例のカムロ町産経作戦で登場会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した。まあそれも荒川組から知事に登場会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけど。その時の様子がこれだな。ああ、この極道を一掃した戦果が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。極道を一掃って、結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに登場会の消えたカムロ町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろう。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をしてカムロ町に進出したわけじゃない。登場会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていたからな。でも誰か気づくだろう。登場会がいなくなったとしても、チンピラくらいどの町にもいるもんだ。それが近江なのか誰なのか、世間は興味なんて持たないよ。そこも計算づくか。まあな。そして結果は
荒川親子は手を取り合って成り上がった。親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや。世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。ああ、警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があって。事情？登場会が消えてた瞬間からすぐに大門を持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。カムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた。しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ、ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろ？つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろ。カムロ町も警察、知事、ヤクザががっちり三すくみとなりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。あんたは何だ？何が言いたい？警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな！登場会が消えた後、カムロ町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか？堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。何を証拠にそんなことを？だからその証拠を聞いてるんだ。何かその証拠はねえのか？あるだろう。あ？ないよ。あったとしても私が知るわけない。私は知事のしもべでしかないんだから。この野郎。足立さん、落ち着けよ。なあ、なんで都知事の若が今偉人町にまで手伸ばしてきてんだ。それも若の意思なのか？ああ、ただ狙いは偉人町というより荻窪豊かだ。荻窪？都知事選で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし民事党の重鎮、幹事長の荻窪豊だけは動じなかった。さすがの貫禄だね。でも狙うにもあんたらには手強すぎる相手じゃねえの？ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも知事はすぐ荻窪の正体に気づいたそうだよ。荻窪は裏社会の力を飼いならしているということにね。証拠でも掴んだのか？いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ。荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ。でもそう簡単に行くか？知事の行動は十分に賞賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴のムジナだから。てか品のない言い方だが、そういうことだ。でその計画の実行のために
偉人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれた。だな。そしてまずはハンピン・リューマンの真淵を取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんて真淵にちらつかせたりしたのかな。真淵は以前から偉人帳を三つに分け合うことに不満を持っていた。その上真淵はハンピン・リューマンのナンバー2、不満分子で影響力も大きい人間、いい人間に目をつけたもんだね。その真淵にあんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。あれを言い出したのは誰だ。真淵だよ。肉の壁を熟知してこその案だ。だがさすがに私も殺しには賛成しかねた。でも実際に店長は殺された。だとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか。そうだろう。いえ、賛成したのはあんたのボス青木亮だろう。ある日知事に真淵の計画を報告した。リスクの大きい話だけに私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断は真淵の計画で何も問題ないだった。荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただしその分リターンは大きいはずだと。人を殺すのに何も問題ないかよ。わか。そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった。俺のせいだと。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。そして真淵はその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だった。そうだ、そうやって起きた混乱の中に荻窪と裏社会がつながる何かが見つかるはずだった。そして偉人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた。予想は的中したんだ。予想は的中？カッコつけてんじゃねえ。結果的に見つけただけだろ。そうだな。その情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だったな。難波さんのおかげで偽札のこともその心臓部の位置も我々はつかむことができた。今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな。調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。はいはい。ソイ、この後はどうなる。偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊に特別な力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後偉人帳がどうなるかは奴の出方次第だ。コミジュルの女王ともあろうものがのんきな。何？この町もカムロ町と同じ運命さ。何だと？ここもじき近江連合に牛耳られる。もう彼らを止める肉の壁はないんだからな。そうだろ。私の場所がバレたのか。奴らの数は見かけたら5人くらいだけどよ、いろいろ連絡取り合ってるようだったぜ。応援呼んでんのかも。その情報もう少し早く欲しかったですね。あいつわしはどうも
踊れらには鼻が利くらしい。村長、悪いな、お前らを隠しきれなくて。そんな、謝るのはこっちです。私はここだ、早く助けてくれ。小笠原さん、この手なら沢城の頭に伝えてもらいます。わかった、わかったから早く。沢城の頭？よっしゃ、張り切っていくぜ。皆殺しにしたりゃ。やっても手加減しねえぜ。頑張ります。来てみるな。奥の手。はい、やってみんかい。なっちゃった？やった！やった！ざまみろ！してやったりだぜ！いいえ、あいにくですが、してやられました。は？どういうこと？小笠原を連中に奪われてしまいました。はあ、どうやら痛み分けだね。いいさ、奴に聞きたいことはあらかた聞けたい。本当にすんませんでした、村長。俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ。何されたって文句言えたぎりじゃない。でも、はい、今度人をさらうときは俺の目の届かないとこでやってくれ。わかりました。いや、そんなのもう二度としませんよ、多分。カスカ、星野から電話だ。清流会の会長から？この番号にかけてきたのは初めてだ。またトラブルの予感がするな。ああ、そうか。いや、コミジルのシステムはほとんど燃やしたんだね。ああ、だから私も同じ。異人町で今何が起きているのか知りようがない。そういや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそんな風に言ってた。復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。でもどのみち今すぐには無理だね。うん、わかった。会長、何だって？
清流会は何とか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部が治めた。そうか、あの頭無事だったんだな。電話ってそれだけか。いや、ハンピン・リューマンで問題が発生してる。ずっと蝶と連絡がつかないそうだ。え、蝶と連絡が？生きてるか死んでるかもわからない。それでコミジュルの監視システムが使えないかってことだったんだが。でも焼けちまって動かせないだろう。その通りだ。蝶は俺らにコミジュルを手助けしてくれって電話をよこした。その時あいつハンピン・リューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。マブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。ああ悪い、もうのんびり話せなくなってきた。やるしかねえな。だろ孫子さんよ。やるしかって何をだ。蝶はよ、自分が危ねって時にコミジュルの方を心配してやがったんだ。ハンピン・リューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだぜ。その男がピンチなんだ。あんたら黙ってていいのかよ。確かに偉人さんがオウミに乗っ取られたくねえって言うなら、ああいう男は失っちゃいけねえ。俺はそう思うぜ。カズガ、お前本気でこれから蝶のとこに行くつもりか。もちろん本気でしょ。おうよ。いいかお前ら、クーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ。分かってんのか。正気じゃねえか。かもな。足立さんは反対か。誰が反対なんて言った。俺ももうちょいで堀之内を追い込めるとこまで来てんだ。そうよ、私たちみんなスタートはどうであれ自分らが求めてた真実にどんどん近づいてる。そうだよ、だよな。でもそれもこれもみんな関わってきてくれた仲間のおかげだ。孫子さんよ、俺はあんたたちも今は仲間だって思ってるぜ。春日で、できればさ、ぜひコミジュルさんにも一緒に本気になってもらいてんだが、どうかな。分かった。そう来なくちゃ。ま、助けが欲しいかくらい蝶に聞きに行ってやろうぜ。で、おせっかいだって言われりゃほっときゃいい。いいよ一番、もうそんな奴らほっとけよ。ナンバー、今弟に会いに行ってたんだ。孫子が言ってた通り生きてたよ。さっき解放もされた。そっか、よかった。本当によかったじゃねえか。うん。なんだよ、もっと喜ばねえのかよ。それよりお前に言いたいことがある。なんだよ改まって。一番、偉人町はもうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え、だいたい偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があんだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。お前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろ。ああそうだよ。そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でもそれはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、身も心も腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな。俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバ、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。
そんなの嫌だろ。なあ一番、まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ、これ以上他人の面倒に巻き込まれることはねえって。巻き込まれるのは俺だけじゃねえ、この町の連中もだ。え、もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上、もう他人事みたいな顔はできねえんだよ。そうかよ。まさかそこまでとはな。お人よしってか、お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ。ありがたいと思ってるぜ、同じ仲間としてよ。やめてくれ。俺は仲間なんかじゃねえよ。いや、俺は気づいたんだ。俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが？難波も俺も足立さんもさっちゃんもみんな本当のことを知りたくて、その気持ちに素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい、そういう人間の集まりなんだなって思うんだよ。だろ？もういいよそういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか。でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。せいぜい達者でやってくれ。止めないの？まあ仕方ねえよ、あいつの気持ちもわからんじゃねえ。ふう、よし、じゃあ一丁行くか。わかってる。孫妃、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ？今コミジルでは皆不安にしています。孫妃にはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます。うん、何とぞご理解いただきたく。ね、ああまあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。そうはいかん。春日よ、悪いが私はコミジルを見に戻る。だがその代わりに半巡儀を残していく。いつでもお前たちと連絡がつくように。マジで？そりゃありがてえ。何なりとお申し付けくださいませ。蝶が春日たちをよこしてくれたおかげで我々は荻窪に義理を果たせた。我々もお前たちにできる限りのことをする。役に立つ男だぞ半巡業。なあ、知ってるよ。そうか、
へえ。私の番ですね。邪魔なよ。来いよ。かかってこいや。当たってこいや。やろうぜ。私の番です。あっち来い。どうしてどうした。来てみろ。やってみろ。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。見せてやるよ。やるめんな。どうするかね。やってやろう。じゃあ来いよ。ほら来いよ。やめんな。これで。やってみろ。さて。打ってこいよ。やれ。私の番ですよ。ほら来いよ。ざけるな。プレゼントだ。私の番です。かかってやめんなよ。痛い目に合わせますよ。よし、ぶっ飛ばして。俺の番だな。こっち来い。見せてやるよ。みんな死ぬなよ。行ってこいよ。回復だ。ありがとうございます。さあ、来てみろ。なめないでくれ。くらえ。私の番です。セーラー。絶対負けないし。よし、行くぞ。苦しむがいい。じゃあ俺の番。やめんな。
るよ。前に合わせますよ。ほら来いよ。やってみろ。ちょっとおとなしくしてて。バリバリ行くよ。私が相手で。やめんな。回復。ぶっ飛ばしてやる。守れて。一応したら。行くぜ。ほら、やるぜ。ザコ。かかってください。な、しぶれ。これで。やってみろ。してみろ。食べに行きましょう。よし。やるか。じゃあ覚悟しな。私が相手です。とっておき。強くなれましたね。おい、